ロンドン級中巡洋艦のネームシップ、ロンドンと申します。第一巡洋艦隊に所属して、北大西洋、太平洋ともに戦い抜きました。閣下、任務なら安心してお任せください。お疲れ様です、閣下。次の作戦に関しての資料ですね。こちらにまとめておきましたので、目を通しておいてください。閣下が自分のやりたいことに注力できるよう、全力で補佐させていただきますから。閣下、今日は少々肌寒いので、上着を出しておきました。大丈夫だと思っていても、もしかしたらなんてこともあるかもしれませんから、気をつけてくださいね。船籍の確認から燃料弾薬の発注、次の海域の情報整理。すみません、できるだけ閣下の力になりたいので、つい残業を。公私混同ですか？幹線として普通に書類作業をこなして、お給料をもらう生活にも興味がありますけど、今はこうして閣下のおそばでそのお仕事を補佐させていただくことが一番楽しいですね。ガラティアから教えられた心理テスト、なんだか流行ってるみたいですね。その人の恋愛力がわかるんですって。閣下、私と一緒にやってみませんか？お出かけですか？ええ、車の運転から量産艦の制御、何でもお任せください。サセックス、あなたももう少し閣下のお役に立てるように勉強した方がいいかもよ。はい、秘書検定の参考書、時間があったら読んでおいて。そんなに急がなくとも逃げたりしませんから。閣下の業務が終わるまで私もちゃんとお待ちしてます。そろそろ着替えて。閣下、もう少しだけ付き合った方がいいですか？今日の任務はきっとすぐ終わります。ボーナスについてリストアップしました。ご確認ください。新しいメールはこちらにあります。ご確認ください。おかえりなさい、閣下。少しご相談が。閣下の休憩時間の確保についてといったところですね。閣下、他のどこかに行ってください。こっちは私が全部うまくやれます。少々お待ちください。ここに少し問題が。よし、何かご用でしょうか？閣下、一緒にお茶でもどうでしょう？仕事が終わっていなければそちらを優先してください。もちろん、私もついていきますから。
デートですか？ここ数日の仕事をうまくやり遂げたら約束できなくはないですよ。どうです？閣下も努力してみませんか？じっとしててください。もう襟はちゃんとしてくださいって何回も言ったでしょ。あと髪も整えて、閣下そういうところは本当に大雑把なんですから。はい、これで大丈夫です。じゃあデートはどこに行きます？はい、委託は時間通りでした。成果の研修に行きましょう。嬉しいですが、資源の配分にはご注意ください。皆さん、自分を大切にしてください。できるだけ怪我しないように。閣下からお褒めの言葉をいただくことが何より光栄です。あなたたちに対しては礼儀を重んじるべきではありませんでしたね。さてさて、私も頑張らなきゃ。計算が少し外れて。ありがとうございます。そこに置いてください。それより閣下、これを…驚かないかって閣下と私の関係ですから、わざわざ言わなくてもわかりますよでもせっかくですから、今日の夕食は私が代わりに好きなものをいっぱい作ってあげますね。